11本目、先ほどでシーズンベストを更新したんですが、まあでも結構あれ今日一に近いかもしれん。結構今日一に近いかもしれない。人生の中でも結構今の自分にとってはベストかもしれん。ただここのおいおい最序盤結構いいぞ。最序盤結構あーと思ったらやってしまったか。でもまだ許される、まだ許される、まだ許されてる、まだ許されてるけど、ちょっとリズムがおかしいんだ。もう悪い、リズムおかしいんだ。うわー、くっそ、立て直せ。あーちょっとおかしい、ちょっとおかしいです。ふらついてます。先ほどのシーズンベストで疲労が溜まっている。シーズンベストで、ただまだよ、まだこっからよ。 OK、 まあいいんじゃない、まあいいんじゃない、まあええんちゃう、まあええんちゃう。なんならここに関してはさっきよりいいかもしれん。最後半はあーちょっと微妙。さあ、うわーどうだ、悪かない悪かない悪かない、なんとかまとめ上げた。さあとりあえずポールは取ったが19秒台か。さあいくつでタイムは、まあ、ベストではないにしろいくつや。19秒822、まあまあありでしょう。13本目、11、12とシーズンベストと19秒台を連発はしている。これをしっかり維持する、平均とする、そういう人間になりたい俺は。そういう人間でありたかった俺は。いいよ前半いいよ。あー危ない、ちょっと力入ったが、いやちょっとずれてる、ちょっとずれが生じているが、あーまあ盛り返したでしょう。ここは盛り返したんとちゃうか、盛り返したんとちゃうか。あーここどうだ、ちょっとリズムが違う、いつもと無理やりっぽいけど、無理やりっぽい。あーちょっと待って、あーおかしい、ちょっと左に曲がる際の指がおかしい。なんか力が入っているのか入っているのかよくわからん状態。左怖い。オッケー、取り戻して、ここよ。まあいいでしょう、よしよしよし、あと最後よ。あーちょっと力入ってんね、ちょっと力入っている。くー、5番手か。いやーこれは20秒台だな。くそ、ちょっとふらついてしまった。はい14本目。いやこれだいぶちょっとなんか左腕が疲れてきた。早くも左腕が無駄な、余計な力が入ってるか俺、無駄な力。パッドで F1 結構むずいな、パッドで。あーちょっとこのさ、微細な遅れが大負けにつながるよね、負債の積み重ねが。さあただ若干巻いたよ、ここよ若干巻いた。危ない、くっそ、ここがなんかへたってきてる。いやここへたってきてるね。うわーちょっと待って、いやタイミングがぐしゃってる。こっから盛り返すのは若干きついんだよね。ここしかないけど、ここで、あーダメか、くそ、これあかん。いやーこっからもうちょっと負けないぞこれ。うわ前半、あー後半結構終わり出してきた。いやー後半結構終わり出してきたな。いや前半ちょっと乗ってきた感はあるけど、うわー安定しないよ。15本目さんよろしくお願いします。ちょっと立て続けに19秒台出した後ちょっとなんか下手ってるね、ここはバーマーか。これ、でもこれダメなんだ、あれダメなんだ。ちょっとあそこがね、入りがあんまり わかんないんだよな。なんか多分これだろうみたいなのはちょっとずつ分かってはきているんだが、ちょっと入り苦手。スペインの入り苦手で、この辺は得意で、この辺は不得意だったけど、まあ、普通ぐらいになってきたかなっていう感覚で、ここもまあ普通で、この後はまあ得意。あーと思ったけど、ちょっと待って、前走からちょっとおかしなってんね。あそこ結構個人的には負けるポイントなんだよな。うっそー。でこの辺もまあ嫌いではない、まあ、今回はちょっともう、ぐしゃったー。対戦ありがとうございました。さあ16本目。いやーちょっと結果出せないな、めっちゃ集中が途切れてる。もう集中が途切れてしまっておるよ。さっきねここの入り良かったかなと思った矢先のあまり良くなかったから、そのショックを結構引きずりながら走っていたという感じだな。正直ちょっと第1コーナー頑張りな、
まだ把握しきれていない。まあいいよ、まあいいよ、1位よ、1位、今のところ。さあ、ここちょっと甘い、ちょっと甘いだよね、ちょっと順位が、あー甘いな、あそこ。くそ、チャンス到来だったのに、チャンス到来だったのに、甘かったな。ここどうよ、巻いたな、若干巻いたな。あんぐらいの方がいいんだよな、多分。しっかりあそこ打ち取った方がいいかもしれんな、ブレーキ踏んで。でも意外とあそこからの2コーナーは、あーやってしまった、くっそ最後。あーまあまあチャンスかなと思って、トラックリミットを超えてしまった。17本目、やや復活してきている走りはやや復活傾向にある、あー入りが、あーだよね、もうこっから、あーこっからさ、最初のリズムが狂ってるとさ、もう立て続けに狂うからな、もう結局。くっそ、ただまだ諦めるな、こっから巻き返す、力をつけろ、巻き返す。そう言うても巻き返しポイント、くっそ、ダメだ。いやー、どんどん落ちていく。まあ、最後のチャンスや、最後のチャンス。ここしっかり勝負するんだが、これで若干か、ただ想像と違った。まあここででも、まあ、負けるポイントではあるな、若干。そして最後がちょっと、この辺が下り出してきてる。そう、まあでも6位まで来たか。6位までは来ましたけどね。18本目です。ちょっと、大きなミスが増えてきたな。まあ、一周は まとまってはいるんだけど、ちょっとなんか、大きなミスが。大ミスが。あー、ここも耐えて。なんとか耐えた。あー、もう、と思ったけど、ちょっと待って。ふらついてしまっているが、まあ、まだ取り返せる。ここで、若干巻いたけどね。ここ頑張れ。どうなのあれぐらいで許してくれるのか。あれで許して、ちょっとミスったけど、強引に行ったということで、許してくれ。さあ、ここ。オッケー。こんぐらいでいいでしょ。こんぐらいでいいんちゃうかって、答えろ。オッケー。最後丁寧に、こういうチャンス。ちょっと危ないけど。まあ、なんとか丁寧に抜けた。さあ、これは久々のトップ。ただ、タイムは別にそんなでもなさそうな気がする。どうだ ?19 秒台久々に出たか。さあ、結果は。19秒88だな。まあ、いいでしょう。さあ、19本目。やや復調してきた。久々の19秒台を先ほど出したんで、やや復調はしてきたと言ったところではございますが、いいんじゃないどうちょっとリズムが違うけど。リズムは違うんだよね。違うけど、まあ、前半苦手男としては、まあ、いいんじゃないですか、入りは。とりあえず、さあ、ここよ。ここでどうよ。くそ。ちょっと強引すぎたか。ゴーイングマイウェイすぎか。どうだ。よし、取り返したか。いけよ、込みすんなよ。オッケー。連続来るぞ。連続19秒。ちょっと、あそこでやるんかい。あそこで初めてやったぞ、俺。あそこでコーナーカットかよ。くそ、マジか。あそこ初めてやったんだけど。ここぐらいしかやったことないのに。マジか。焦りすぎた。非公式記録。さあ、20本目。先ほど、初めてのミスをしました。おそらく。今まであそこで、あのコーナーをミスったことはなかった。初めてミスったんだけど。マジか。まだ初めてみたいなこと出るんだ。いいよ。よし。この前半、悪くない、この前半。この前半好き。すこよ。いいよ、これは。これはいいよ。これはかなり。ちょっと待って。どうなの。まとめた方か。オッケー。うまいこと言ってる。さあ、先ほどのミス。あんなミス初めてだ。大丈夫なのか。取り返したか。失敗を払拭したか、とりあえず払拭した。さあ、あとちょっと。これあるぞ。危ない。ちょっと手に汗かいてるのがわかる。かいている俺は。ただ抜けた。ここ、左親指。頼む。よし、答えろ。オッケー。さあ、どうだ。これは1番ではあるんだが、タイムは。まあ、これはさすがに19秒台でしょう。さあ、注目のタイムはいつでしょうか。結果は。19秒655。まあ、悪くはないけど。
いや頑張ってこれか。まあちょっとこんぐらいをちょっと普通にしていきたいですね。さあ21本目ね、前々回ちょっと初めてのミスをしてしまったんだが、その次で結構まあまあいいタイムで払拭したんで、まああのミスは忘れられるでしょう。で前半んーまあちょっとどうした、油断した、振られてしまった、振られてしまった、外に振られてしまった。あーちょっとおかしい、あそこでもう狂ったから若干おかしいぞ。ただまあまだまだまだ取り戻せる、まだ取り戻せる、まだ取り戻せ。こっからどっか負けるポイントを見つけるんだ、負けるポイント、負けポイント。あーぐちゃっている、いやーマジか、あそこのコーナーカットも初かもしれない。くっそ、あーくっ、あーごめんごめんって、次行ってみよう。